プラズン、発電ポケモン。電気を作るのが好き。プラズンの電気を使って生活する人は多い。はい、ということですね。ポケットモンスターベガ、改造ポケモンの実況、パート15、やっていきたいと思います。まあ、前回の続き、道路の途中ですね。今回で、次の街行けれればいいんですけどね。やっぱトレーナーが多いですね。お前を倒せば100連勝止めてやんよ。お前の連勝絶対止めてやんよ。そういう試合って燃えるよね、うん、バコカポエラまた珍しいポケモンをねえ、ほんと黒弱にしてて正解でしたね。ツバメ返しがなくたって催眠波動があるんですよ。いけるかな。よーし、無駄急所だった気がする。あ、一匹なんだ。一匹で99連勝してたの、すごくね、それって。ごめんなさい。でもね、またね、今度はね、また99回勝って私に挑んできてください。あ、なんかあるアイテム。さてと、何でしょうか。ヘドロ爆弾来た。これ使うときあんのかな。おーっと、また目があった。美しい私には美しいポケモンが似合うの。自分で美しいって言っちゃう。はい、カラスバシティだそうです。着きました。なんか BGM がなんかいいですね、この落ち着く感じの。ここはカラスバシティ、空気が澄み当たる清き町。いいね。とりあえずまずは探索ですね。そんなね、お金が全てじゃないと思うよ。うん、だから伸び伸びとね、育ってほしいものですよね。その前にそこの大きな岩はね、大昔にポケ大きなポケモンが山を砕いた時飛んできた破片なんだ。へえ、意外と広いね。ポリゴン、またなんかいろいろあるかもな。おっと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 、広いと思ったらもう道路なのか。びっくりした。あ、誰かいる。広場で遊んでる女の子、かわいそうなことに両親を亡くしているんだ。それに加えてこの前は加えてそん、え、なになになに、そん、触れ合い広場、なんかちょっと気になる。え、行っていいですか。へえ、行きたい行きたい、行く。あ、なるほどね、こういう感じの。そうだよね、ポケモンたちもね、ちゃんと道具じゃないよ、みんなね、家族だからね。あ、ちょっと今かっこいいこと言った気がする。この女の子かな。追いつけないよって。よし、俺が止めてやる。さあ止まれ。どや。はいはいはい、そういうのはダメなんだ、そういうのはダメなんだ。こっちはなんかあるかな。誰もいない。誰か一人くらいいてくれたっていいんじゃないの。で、ジムはあるのかな。見たところなさそう、普通の街って感じですけど。あ、ちょっと待って、こっちこっちこっち、こういうとこにさあ、ないか。透明の道具ね、結構こういうところにあるんですよね。透明の道具ってか見えない道具ってとか。おお、なになに、
おいおいおい、ダメ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 、その、ちょっと。ちょ、止め、止め、あ、動けない。おう、おう、いいけど、どこにいるんだ、その DH 弾は。ちょっと取り返してあげたいけどさ。いい街だ、いい街だな。こういうところで暮らしたい。鋼タイプ。保全力上げる。メタルコート来た、これ。でもメタルコートってね、実際通信交換の進化とかで使っちゃいますよね。そりゃそうだろ。最初見たときは自分の目を疑ったね。間違ってないよ。俺もそうだから。マジか。ゴリチュー1対1で勝負したいな、いつか。ショップは何もないよね、多分。あ、スーパーボールある。回復系の薬って、多分自分だけじゃないと思うんですけど、わかる人いると思うんですけど、ミックスオーレ買いだめしませんか？自分はそうですけどね。ほんとだよね。めっちゃ仲良さそうだったもん。あの女の子と、ポリゴン。はい。ちょっとすいませんでした。家族フラグがあったので、その間にちょっとトイレ休憩挟んでまーす。そんなことはどうでもいいか。来たこれ。来たこれ。この家だな。正直いらないんですよ。嫌い切りいらないんですよ。嫌い切りいらないんですよ。てってんっていうこのね、この効果音がいいよね。これ結構好きですよ。この SE っていうのか。一緒か。特になんもないのかな。これは？なんでもなしとかのことか。なんかありそうじゃない？ここ。ダウジングマシーン。ダウジングマシーン。あ、なんもないのか。ちょっとこの BGM 消すのやだな。この BGM 消さないで、スムーズに移動がしたい。やっぱ消すことになっちゃうんだな。悲しい。世の中は悲しいよ。おぉ、シューがいる。待って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 。あ、待って、なんかいる。このところに。この辺りに隕石落ちてないですかね。そんな、軽く。そんな、え、あ、隕石落ちてるみたいな。そんな落ちてるもんなんですか。そして、裏から入ってしまいました。やっぱ一番追事無理だはハンザだよな。あー、あの孫悟空さんですか。あー、なるほどね。覆面ユニット。かっこいいよね、そういうのって。ユニットでもないけど。ディアルガとタルキアの話か。ミオシティもダイパーだったかな ?TP ですね。おお、本園から来たっていう人もいる。悪いけどやめた方がいいと思うよ。それはやめた方がいいと思うよ。そういう俺もファンなんですけどね。東北もそのタウンのようにお花でいっぱいになれば。あー、あの、花がいっぱいの街か。ダイヤモンドパールだったかな。ほう、譲渡に来ることがあれば。あるのかな、来ることが。いろんな地方から来てる人たちなのかな、これは。へぇー、それは面白いなぁ。じゃあどうしようか。向こう側行こうか。じゃあ向こう側行きまーす。よぉ。待って、また対戦もしかして。この音楽は。お前のせいで関谷スタイラーが奪われたみたいだな。俺、お前の実力に憧れさえしてたのに。それがなんだこのざま。来いライラ、俺が期待乗せてやるよ。いいよ、フルボッコにしてやんよ。あ、誘拐って言うの、そもそもあれって。誘拐ってか、どっちかって釣られたって感じだよね。結構ポケモンもレベルアップしてきてますね、シュウも。50
ゴーストレベル39か。まあでも大丈夫だね。メタゲラス鋼、やべえ、持ってきてない。ファントマ持ってきてない。メタゲラス、何こいつ、こんなん知らないよ。ちょっと待ってサミハド、鋼っぽい、鋼だ多分。あ、やったでもどんな技使うのか見てみたかったな、正直。とりあえず鋼でも大丈夫な縦星でいきます。早くね、アップねー。岩なだれとかそういうことこか。鋼岩だ多分、鋼岩か鋼地面のどっちかだ多分これは。オオスバメ、オオスバメはゴリ中できまーす。均等にレベル上げていきたいですからね、入れ替えは結構していこうかなと。オオスバメも一撃でしょ、一撃。オッケー、いいねー、いい調子ねー。リーテールか、リーテール、あの草のやつだね。じゃあフローリアで、ここは姉さん出番ですよ。ほんとかっこいいよなこいつ。アイスバーン見せてください。アイスバーンね、こういう感じの技ですね。でたまに特攻が上がるんですが、上がらないですね。特殊なんで意外といいかもしれないですね。よーし、お前を鍛えてやったぜ。ぜ、そうか、 DH 団の幹部に隙を。ライラの話も聞かずにひどいこと言って悪かったよ、ごめん。いいよ、分かってくれればいいんだよ。そうだよな、ライラが正々堂々と戦って負けるわけないよな。いや、ちょっとなんかナバリには弱いけど。そうそう、 DH 団といえばこの時の洋館でも何かしてるみたいだ。行くつもりなのかって、行くまでもないな。一応忠告しておくけど、正直ここには入らない方がいい。こっからやばい空気が漂ってきてるんだ。それじゃあ俺はこの後ミッションがあるから、またな。いい夢見ろよ。危険が大好きなんで入ります。何ここ、時の洋館。うわ、ちょ、待て、ちょっと待って、上のやつ調べてから入ります。時の洋館ってちょっとなんか、いや、なんかいっぱいいる。どうしたの、隕石、そんな隕石探してるんですか皆さん。ってことはここしかないってことかな。危険が大好きなので入りまーす。で、おーやっぱりトレーナーだった。 DH 弾多すぎ。ここに来て一気に増えたな DH 弾。レベルも急激に上がってる気がする。ファントマン持ってこよう。このバトル終わったらファントマン持ってきます。ついでに回復してきます。だから技はもったいぶらずに、もう反動でも何でも来いということで、いけ、よーし、いいかな、いい感じですね。反動ほんと痛い、反動がほんとやだ。まあじゃあファントマ持ってきますね。はい、戻ってきました。ですね、ジム見つけました。もうちょっと調べたらジムあったんですけど、ここ中途半端でやってジム行くのもあれなんで、先にこっち攻略してからジム行きたいと思います、今回は。前回のとこもね、こっち先だったんじゃないかなってちょっと思うんですけど、レベル的にね、明らかにジムの方が高かったので、先にこっち行こう。正規っぽい感じがするよね。ポケモン1匹しか持ってない。
え、みんなそんなもんなの、ここって。ちょっとマイクがずれてますが、こんなもんなんだ、みんな。案外これ少ない、案外少ないかな、トレーナー。これお前は何匹持ってんだ。うわー、いっぱい持ってる。コイルは厄介だ。ちょっと鋼が厄介だな。まあファントムがいれば100人力よ。ディフェンダーか。まあディフェンダーは気にしないでいいや。特殊だった気がする、熱風は。よし、オッケー、倒しました。ファントムいれば楽ですね、噛んだ。あったあった、なんかある。嘘、ポケモン出てくるんだ、知らなかった。ゴースだし。どうやって進化させるの、どうやってゲンガーにすんの。今思ったけど、なんで木の実ジュースがあるんだよ。ツボツボどこやった。ゴースしか出てこない、ここもしかして。やだな、ちょっとゴースばっかりだったらさすがにスプレー使おうかな。パルシェンか。パルシェンは防御が高い、だから催眠ハンドの方がいいかな。さらにディフェンダー積まれると厄介だ。特殊ってそんなんだった気がするんですけど、どうだかな。あー、やっぱりオッケーオッケー。向こうにもなんかいるんだけど、おおほほほほ、出待ち、また出待ちがいる。ほんと厄介だな、バーニー出してきたし。なんか DH、 最近の DH だな、なんか薬使ってくるんですよ、みんな。どうしてですかね。ほんとやめてほしいよ、薬。これはファントマかな。コイルが多くなってきたからな、地面タイプの技も誰か覚えてほしいな。クリティカッターやっぱり使ってくるね。でも熱風で倒せるでしょう。はい、オッケー。はい、ライノスもオッケーと。熱風の PP 大事にしていきたい。騙し打ちでいこうか。2、3発になるな、でも。いいか。気長バトルでいこうか。気長バトルってなんだ。鉄壁。ライノスもね、育てたかったけど、しょうがないね。外しちゃったからね。今じゃある意味ちょっとした秘伝要因みたいな。意外とレベル上げれば強かった、進化とかすれば強かったかもな、あいつ。今のは知ってた。さてと、うわ、なんかこれやだな、こういう配置やだ。アイテム取ろうとしてバトルだ、レッツバトルみたいな、そういうのやだな。ゴートン、鋼多すぎ。ファントマさんの仕事ばっかりじゃん。ファントマ戦闘にした方がよ、いいか、これ。今回レベル上げた甲斐あったな。時間は稼げた、急いだ方がいいってことか。金の玉俺が頑張って取ろうとしてたアイテムがこれなのちょっとやだな。はい、倒しました。こっちで合ってんのかな、本当に。トレーナー多そうなんで若干カット混ぜながらいきますね。まあこれはカットしませんが、まあカットしたりカットしなかったりみたいな、そんな感じでいこうと思います。でカットしないっていう時に限って鋼タイプが出てくるという、なんとも鬼畜な。よくよく考えたらゴリチュウで波動弾でもよかったじゃないか。波動弾でいこうよ、これから。ファントマもう仕事終わっちゃったね。
オッケー。お、上がった。高速移動あんまいらないな。対人戦なら強いけど、そんな使える技じゃないよね。じゃワイルドボルトで倒しましょう。シェルター、よーし、いったね。トレーナー多いな。しかし本当に多い。おーほほー、マジで急いだ方がいいじゃんこれって。ちょっと急ぐか。急ぎ目急ぎ足で。その格好はまさか。なるほど、お前か。上司の話によく出てくるガキは、あいつお前とモスギスってやつの話しかしないんだぜ。結構気に入られてんじゃね俺たち。それはおお嬉しいけど、なんかすごい、こいつはすごい。セキュアスタイラー、全くとてつもない力だぜ。テストも済んだことだし、ナバリ様の命令通り、あとはボスに届け。間に合ったか。ディアルがパルキアがいる。ぐぬぬ、こんな小僧を通すなんて他の団員は何をしてたんだ。あれ、この小僧確か DH 団の要注意人物とされていた。ゲゲ、やっぱり本園の小僧か。それじゃ下っ端程度じゃ止められないわけだぜ。伝説のポケモンがいるとはいえ、小僧相手じゃ分が悪いな。それボスに手渡す前にセキュアスタイラーを奪い返されたらお仕置き程度じゃ済まないぞ。ひらめいた。お、なんだ、こんなギリギリの状況で最高の案を思いつく。俺ってやっぱり天才かもな。さあディアルガ、お前の力で過去からダイゴ様とミクリ様を呼び出すんだ。え、は、え、どういうこと。そしてパルキア、お前の力で2人をこの場所へ移してくれ。え、レポートしてないんだけど。ちょっと待って待って待って、なんか来たぞ。海洋がどこへ。あ、そのシーンか、あったね。それここは一体。ダイゴじゃないか。ミクリ、なぜ君が。私にもわからない、気がついたらここにいて。そうか、またしても君の仕業だったのか。グラードの目覚めを散々邪魔してくれたお礼をさせてもらおうかな。ん、どうしたミクリ。私のポケモンが一体どこへ消えてしまったんだ。僕のモンスターボールもない。どういうことなんだ。嘘、そりゃそうだろう。そりゃそうでしょ、状況つかめる方がおかしいよ。そりゃそうだ、何者でもいいじゃ、邪魔さえしなければね。それよりも我々二人の共通の敵を倒す方が先さ。仕方ない、一時休戦だねミクリ。ああ、よろしく頼むよダイゴ。マジでライラ君、何度も忠告したはずだよ、君は事件に関わるなとね。でも今更後悔しても遅いよ。さあ美しく待ってくれ、待ってくれディアルガとパルキア。なんだこれ、ちょっと待って待って待って、やばいぞ。おい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 、 WB リーダーズの二人って何。二人ね、ダイゴとミクリって書いてやれよ。やべえな、マジか。どっちが危ないんだっけ。パルキアがハンド技じゃない、時の方向がハンド技で、悪空切断がハンド技じゃなかった気がする。だからパルキア危険だな。パルキアから倒します。眠ってくれればいいんだけどな。そう、うわ、そいつがやばい。嘘ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ジオインパクト、ちょ待って待って、おいおいおい、ちょっと、待って。レートパンチ、とりあえず鬼火、よしよしよし。若干攻撃下げてくれよこいつで。
確か物理だったよね、物理で合ってるよねっていうか、全然食らわねえな。ひーやべえ、超やべえ。ほう耐えた。どっち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 、ファントムやめろ、ファントムやめろやめろ。あー耐えて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 耐えない、マジかい。セラーナちょっと待ってくれ、ちょっと待って、セラーナで回復できない、できなかったっけ、ファントマの回復できればそうしたいんだけど、できなかったっけな、こういう場合って。あ、できるできる、よかった。で、鬼火を当てます。慎重な、冷静になった方がいいね、うん、冷静になって戦います。マジや、マジ鬼畜だな。あ、来た、時の方向やべえ、多分いけるでしょう。2体やけどにした。でもこれでギリギリって、さすが伝説のポケモン。待ってくれ、ヘドロウェーブ当たっちゃうのか、ファントマに。頼む、あーうっそー、もう笑うしかねえ。マジで結構取られたし。